昭和22年の通知表昭和22年の通知表通知表は学校等が幼児、児童、生徒の教科の成績や日常生活の記録などをまとめて通知する書類。児童や生徒本人を通じて保護者に通知されるが、米国などでは家庭に直送される学校もある。通知表には教科の成績や生活の記録などが記載される。法定標語である。 指導要録とは異なり、その作成は学校の任意である。したがって通知表を発行しない学校も存在する。名称は各学校によって通知表、通信表、通知簿、通信簿などと呼称したり、伸びゆく子、歩み、輝き、伸びゆく姿のようなタイトルをつけていることもある。幼稚園などの就学前教育では主に生活の 記録が記載される。小学校、中学校、高等学校などの初等教育、中等教育では、一般に、教科の成績、特別活動や、総合的な学習の時間の記録、出欠の記録が記載される。一般に、教員が、以下の内容を記載する。一般的な通知表には、校長、学級担任、保護者の応印欄が設けられている。また、 家庭からの連絡欄が設けられていることもある。修了証書を兼ねていることもあり、その場合、学年末に校長院や学校院が夏院される。各教科の観点別学習状況及び表情は5、最高とする5から1の5段階表情が一般的に使われる。なお、入学者選抜について、高等学校等や大学等の 入学者選抜においては、指導要録に基づいて記載、発行された調査書が交差資料の一つとされ、通知表は交差資料とはならない。また、通知表に記される表情と指導要録に記される表情は同一でない場合もある。特に相対評価を行っていた時期は、一の表情を。 通知表に記して学習者の意欲を失わせるのを避けるため、指導要録に1と表情を記し、通知表に2と表情を記す場合もあった。通知表は、基本的に、幼児、児童、生徒や、その保護者に当てたものであるが、上級学校への進学の際に受験校に提出されるものとして、中学校、高等学校には調査書が、小学校には報告書がある。 通知表は受験時に使用することはあまりないが一部の私立中学校では出願時に報告書の代用として通知表のコピーを要求することもある。明治初期この時代の学期ごとの試験は小学校でも厳格で一定の成績に達しなければ落第だった。小学校の通知表は定期試験採点性質表、試験成績表と呼ばれていた。例えば、 明治21年の小学校2年生相当の児童の定期試験成績表の成績欄には、読書25点中21点で失点4、終時15点中13点で失点2、30十16点中14点で失点2とあり、総計101点中84.5点と厳格につけてある。その通知表には、 白球語とかの点数を中継し、その10分の9以上を得るを優等とし、2分の1以上を得るものを9大、以下を落第とすと取り決めも書かれていた。この時代の学籍簿は、明治14年4月の文部省の学児標語様式及び取り調べ心得によれば、生徒の成績を記入するようにはなっていなかった。 明治33年小学校令試行規則明治32年の文部省令でも学籍簿に生徒の成績を記録するようにはなっていなかった。しかし、明治33年8月の文部省令小学校令試行規則で初めて学籍簿に生徒の成績を記入するようになった。第33条に小学校において各学年の課程の修了もしくは、 全教科の卒業を任ムるには、別に試験を用うることなく、自動兵素の成績を交差して、これを定むべしと規定した。この時から学年ごとに、学業成績、出席日数、体の状況などが記入されるようになった。その時代の通知表は、高圧兵の大雑把なものだった。昭和十三年学籍簿の規定に、注意事項を追加し、学業成績中、 教科目の成績は10点法により、総行は有料化の区別により記入することとなった。この時学籍簿は10点法、成績表は高圧兵で付けられ、2種類の成績の付け方に分かれることとなった。その結果通知表も10点法で付ける小学校と従来の高圧兵で付ける学校とに分かれた。昭和16年小学校が国民学校に改称され、 学籍簿の10点簿はわずか3年で廃され、有料化の標語に切り替えられた。文部省普通科学務局長の発した記入上の注意には以下のように定められた。などと定めた。この際、日本国民は全て優秀でなければならない。負荷をつけることのないようにと通達された。負荷という否定的な標語は使用しないように配慮したのである。 この時代まで有料化の割合は決められていなくて、クラス全員がよくできれば、全員に、こうや言うをやったり、兵や顔つけなくてもよかった。昭和18年文部省国民教育局長の通達で、成績表情の標語の割合を、と、同、府、県において制定しているものはこれを廃することと、有料化の人数の割合を独自に定める学校があることに対して、 これを禁じた。第二次世界大戦後学籍簿が指導要録と解消される。アメリカ式の教育制度が持ち込まれ、成績は5段階相対評価でつけるのが科学的で客観的な方法だという考えが支配的になった。昭和30年指導要録に学籍簿の性格を持たせるように文部省が通達を出した。この時の通達には、 子供の成績を比較し、ランク付けして評価するという相対評価が持ち込まれた。割合は5が7%、4が24%、3が38%、2が24%、1が7%となるように評価され、40人学級では5は最大3人だった。2が多い状態をアヒルの行列と呼ぶことも相対評価は機械的で、 児童や生徒の努力が報われないと批判があり、後の絶対評価への変更につながる。平成14年以降2002年度試行の学習指導要領において、総合的な学習の時間の実施や、教科における成績の評価方法が、それまでの相対評価から絶対評価に変更されるなど、様々な改定が行われた。これに合わせ、多くの学校では、 通知表の様式の変更を行うなどの混乱が生じた。公立学校で通知表評価方法が相対評価から絶対評価に変更されたことにより評価がまちまちとなった。そのため評価のインフレや評価と生徒の学力とが一致しない状況が発生するようになった。さらに学校や地域によっても評価の平均値は異なり、 評価の格差が生じるようになった。言ってしまえば、今の通知表では、親は子供の学力を把握できない。要するに、学校や教師は説明責任を果たしていないということだより、引用といった状況となっている。要因としては等が挙げられる。もちろん絶対評価にも利点があるため、絶対評価は残した方が良いとしながらも、 成績を甘くつければ高校入試が有利になる制度は、おかしい。均一的で客観的な評価基準を徹底すべきだ。より、引用、通知表が信頼できない。以上、各自治体は、到達度テストを導入すべきではないかより、引用といった指摘がある。また、公立学校の中には、千葉県や熊本県など、独自に評価を補正する動きも出ている。 文部科学省の中央教育審議会でも見直し検討の必要性が答申で指摘されている。教員の事務を効率化するために成績評価の電子化が進むが、計算式の設定ミスや名簿のズレなど全国的にミスが見られる。また、初見欄の手書きが消えつつある。アメリカ合衆国の教育評価については、州や教育区などで異なるが、 通知表を発行しているときは、学期末や学年末に本人に渡すか家庭に直送されるのが一般的で、中間段階で渡している学校も多くある。その形式は用途により異なり、一般的には伝統的なアルファベットの5文字表上によるもの、学期末や年度末に通知する文章を付けたもの、保護者面談用がある。デンマークでは義務教育段階7年生まで、 通知表による通知はない。義務教育段階8年生以降は13段階の絶対評価による通知表がある。後期中等教育課程にも通知表がある。ただし、日常の学力向上には通知表ではなく、週単位のルグボーという学習記録帳の方が有用と考えられている。オランダでは、 通知表は新旧の可否判定の記録の性格を有する。通知表の形式は一応でないが、通知表は相対評価を取らない。ABCDEFGHI 諸外国の教育評価。新興出版社軽林館士2020年11月29日閲覧。板倉清信1989 ピアニッシモ、189。AB 伊タ倉ラ・尾ヨノブ、1989。P19。イタクラ・キノブ、1989。P24。イタ倉ラ・キノブ、1989。P25。イタ倉ラ・キノブ、1989。P22。ABCD 伊タ倉ラ・尾ヨノブ、1989。P26。伊タ倉ラ・尾ヨノブ、1989。 ピアニッシモ2627イタクラ・キヨノブ 1989P302 板タクラ・キヨノブ 1989P27 イタクラ・キヨノブ 1989P28 イタクラ・キヨノブ1989ピアニッシモ2728イタクラ・キヨノブ1989 ピアニッシモ、3132、イタクラ・キヨ千九1989、P303、板倉清信キヨノブ1989、ピアニッシモ、3334、ABCD、金沢孝介、前田秀夫。表情ミスも、通知表、絶対評価20年の歪み消える手書き、手が回らない。西日本新聞。 https://www.nishinipon.co.jp:/item:/n/586474/2020 年2月25日閲覧。児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価のあり方について、教育課程審議会答申を受けた変更、abcdefg1 月かない 公立中で通信簿のインフレ産経新聞2008年5月6日付配信 ABCD 深沢コン客観的な学力を伝えない絶対評価通知表に意味があるか週刊ダイヤモンド2008年4月8日付配信学校教育に関する意識調査文部科学省2003年6月実施幼稚園小学校中学校 高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について文部科学省答申。ありがとうございます。